現在東京ミッドタウンで開催中の恐竜科学博から注目の恐竜を中継でご紹介します。今日はどんな恐竜なんでしょうか。木村さん。はい、皆さん大変お待たせいたしました。最強の肉食恐竜、こちらティラノサウルスです。こちらはやはりこの大きさと迫力、もう圧倒的ですよね。もうティラノサウルスは知名度があるので、恐竜といえばティラノサウルス、肉食恐竜の代表格と思われている方も多いかもしれませんが、実際にはこのような大きな恐竜がたくさんいたわけではなく、ティラノサウルスは独自の進化を遂げた極めた異質な存在だったということなんです。そんなティラノサウルスの大きな特徴がこの頭とそして足です。まずは足から見ていきましょう。ティラノサウルスは獣脚類に属していまして、獣脚類は長い後ろ足で体を支えるという特徴があります。ティラノサウルスはその中でも特に長く大きな足を持っていたということです。そして次の特徴がこの頭です。頭だけでも大きいですよね。この頭部の中で特に発達していたのがこの顎の筋肉とされています。ではここで恐竜クイズです。今日はスタジオの清水さんにお答えいただきましょう。おい、清水さん、はい、このティラノサウルスのこの噛む力、1平方センチメートルあたりどのくらいの重さに相当すると考えられているでしょうか。参考までに人間は10キロ、ワニは200キロとされています。恐竜なんで900キロ、はい、900キロまさかの語呂から清水さん、もっともっと言ってよかったです。正解はですね、アメリカの研究者の間の調査ではなんと3万キロということです。もうそれだけの強さがあればもうどんな生物も骨ごと噛み砕く、もう桁違いの顎の強さ、噛む力があったとされているということです。さあ、このティラノサウルスの他にも様々な恐竜の貴重な化石や標本を見ることができるこの恐竜科学博は来月12日までの開催です。以上、中継でした。